吹奏楽の演奏形態には座奏、パレード、マーチングなど様々な形があります。その中で私たちは他校とは全く違った大西学園吹奏楽部らしい演奏方法である曲芸演奏に挑戦しています。フラフープやダブルダッチ、一輪車に乗りながらの演奏です。今日はその中から4つほど皆様にお見せしたいと思います。それでは最初にお見せするのはフラフープを回しながらの演奏です。それではご覧ください。今回は竹の代わりに鉄パイプを愛用して行いたいと思います。ご了承ください。